相互作用、交互作用、相互交流、相互行為、またはインタラクションとは、A、インタラクション、ク、インタラクタイオン等に当てられた翻訳語、外来語であり、意味の核は2つ以上のものが互いに影響を及ぼし合うこと。派生語、形容詞型はインタラクティブ。語源は、ラテン語で相互、間を意味する、説当時インターマイナスに、 する、行うを意味する動詞や行の派生形や握手を足したもの。ヨーロッパ系の言語では、インタラクション、インタアクタイオンなどと表記され、同系統の言葉である。根本にある発想が同一であり、国境や分野を超えてその根本概念は共有されている。一方、日本語には、あくまで前日の語の訳語として登場し、交互作用、相互作用、 相互交流などの様々な訳語、あるいはインタラクションなどの音社語などもあり、用いられる分野。ただし、これらのいかなるの訳語、音社語が当てられてい,いようが、等しく重要な概念である。ヨーロッパ県の人がインタラクションという語を使うとき、その後の他分野での用法なども多かれ、少なかれ意識しながら使っていることは多い。一方、訳語というものは、絶対的なものではなく、 同一分野ですら時代とともに変化することがある。現著で同一の語で表記されているものが訳語の選択によって概念の連続性が分断されてしまい歴史が読み取れなくなることは非常に不便であるし、訳語の移動によって分野ごとに細分化されては現著者の深い意図が汲み取れなくなる恐れもある。よってこれらを踏まえて本校ではヨーロッパ諸言語で インタラクション系の語で表記される概念についてまとめて扱うこととし、各分野における標準的な和訳と、その分野での具体的な用法や概念の展開について広く解説することにする。統計学の分野では、交互作用と訳す場合が多い。二つ以上の要因のある実験計画においてある、要因が従属変数に対して与える影響の大きさあるいはその方向が、 他の要因の水準によって異なることを指す。実験計画法においてに要因以上の実験計画を組んだ場合に考慮が必要な事象である。物理学においては、二つまたはそれ以上の物質が互いに力を及ぼし合うという概念を相互作用と言い表す。19世紀以前には電磁力も重力も遠隔作用と考えられたが、 今日においては4つの基本的な力のいずれも場が物体に作用することで力が発生するという近接作用の機構により発生すると考えられている。すなわち、場と物体とが近接作用する機構を相互作用と言い表す。その他にも手術の場と物体との相互作用が存在し、その特性はいろいろな現れ方をする。例えば超伝導は結晶合子とクーパー対電子とが、 ノン状を介して相互作用することで発現すると考えられている。この場合においても結晶格子と電子との間の静電相互作用が工事的にノン状とクーパー体の影響を受けているので根源的には物理学における相互作用は基本相互作用にその源泉を求めることができる。また、場と物体の近接作用以外で2つ以上の対象が 互いに影響を及ぼし合った結果を相互作用と呼ぶ場合もある。例えばスピン軌道相互作用は電子のスピンと原子軌道等とが互いに影響を及ぼし合う結果を言い表しており特に場が関与していない例である。量子化学におけるホムルも相互作用も同様に分子軌道間が影響し合う例である。あるいは力学的に作用と 反作用が体で発生することを相互作用と言い表している場合もある。また、流体力学では、波同士の間で働く作用を相互作用と呼ぶこともある。基本相互作用は、物体に働く強い力、弱い力、電磁気力、重力が作用する機構を表し、特定の素粒子とバトが近接作用することで発現する。あるいは自然界の4つの力やターンに、 相互作用などとも呼ばれる。科学では分子間力を共有結合に比較して弱いという意味で特に相互作用と呼ぶが、そのうち強いものは結合とも言う。具体的には、イオン間相互作用、水素結合、相極子相互作用、ロンドン分散力があり、これらは電磁気学的要因に基づく力である。以上に含まれるが特殊なものとして、 電解動相互作用やパイパイ相互作用がある。その他に熱力学的要因に基づく素水相互作用がある。これらは長分子の形成、結晶構造、液体や液晶の物性や生体高分子の構造に重要な役割を果たす。また生化学ではタンパク質などの分子が特異的に解合することを相互作用と呼ぶ。 タンパク質間相互作用を参照。薬学の分野では一般に相互作用と訳す。薬理学では、複数の薬物が摂取されたとき、その薬効あるいは副作用などに単独で摂取した場合と比較して相違がある場合、これを相互作用という。この薬理学的相互作用はの二つに分けることができる。中国において発達した五行思想では、死んだ章は気、火、土、 金、水の5種類の要素からなるとし、それらの要素が互いに作用し合い、その消滅性水によって、天地万物が変化し、循環するとみなし、要素同士の、中国におけるこのような、要素同士あるいは機能同士の相互作用の分析の、ノウハウは様々な分野に応用され、東洋諸国で現代に至るまで活用されている。一例を挙げると、伝統中国医学では現在でも、 人間の心身全体が持つ、機能同士の相互作用を五行の分析手法を用いて把握することがあり、人間の自然治癒力を援助したり引き出すことに成功している。日本で東洋医学や漢方に沿って人体の諸機能について考察するときにも、こうした図に基づいて相互作用の分析を行うことがある。ありがとうございます。